振袖五点は、読売新聞に連載された、川口松太郎の小説作品、および、それを原作とした、映画、テレビドラマ、舞台化作品である。1941年4月10日公開、小竹下加茂撮影賞作品。富士テレビ系、女の劇場枠で1970年1月2日から2月20日まで。 毎週金曜日21時30分22時26分に放送されたカラー作品全8回女の劇場第9作数奇な運命にもてあそばれる女女女瑠璃語りが将軍の子を生み命の危険にさらされながらも我が子を守り抜き成人して家光の補佐役星名正幸となる姿を見届けるまでの反省を描く娯楽時代劇 中村勝ツが二役を演じた。二大将軍、秀忠のダ江戸で人気の美しい、女女女流里佐与は、師匠沢十兼業と剣縁の中にある、薩摩清雲の皇帝若田夫にかなわぬ恋をした。周囲の反対に会いながら、王政を重ねる二人だったが、ある日約束の場所に現れたのは、若田夫ではなく清雲であった。襲う清雲から逃れようと、佐与はとっさに刺してしまう。 人殺しの罪を着た左右朝は十家の女中おつぼの、助けで上方へ逃げ、守ってくれた秀勝院の計らいで、江戸に戻り多奥に上がった。やがて秀忠の手が月段児を生むが、嫉妬に狂った五代所によって追放される。血の道を抱えて逃げる左右には五代所が差し向けた、資角が迫っていた。東映劇団第二回公演として、 東京明治座で1970年4月1日から4月27日まで昼夜上演された。井上隆尾阿役を演じ、鶴田浩二が特別出演した。ありがとうございます。